ナッハの規範がパリスの審判。1508年。大英博物館所蔵。ヤコポデ・バルバリのエングレービング。勝利と名声。1498年から1500年。パリスの審判はドイツルネサンス期のガカル・カスクラナッハが制作した一連の絵画作品である。主題はギリシア神話の有名なエピソードであるパリスの審判から取られている。これは クラナッハの中でも特に人気があった主題の一つで、細部が異なる同様の構図の作品を繰り返し制作している。代表的なバージョンだけでも十前後の作例が知られており、工房作や同盟の息子、ルーカス・クラナッハ、追随者を加えると、さらに作例は増える。初期の作例として、テキサス州フォートワースのキンベル美術館のバージョンのほか、ニューヨークのメトロポリタン美術館、 カールスルーエ州立美術館、ミズーリ州のセントルイス美術館、コッペンハーゲン国立美術館のバージョンなどが有名である。フワの女神エリスは英雄ペレウスと海の女神テティスの結婚式に一人だけ招かれなかったことを起こり、黄金のリンゴに最も美しいものへと刻んで結婚の縁の中に投げ入れた。すると三人の女神ヘラ、アテナ、アプロディテは 黄金のリンゴを自分にこそふさわしいと主張して譲らなかったので、ゼウスは羊飼いとして育てられたトロヤ王子パリスに裁定を委ねた。ヘルメスに案内されてパリスの元を訪れた女神たちは報酬と引き換えに黄金のリンゴを自分に与えるよう要求した。そこでパリスは絶世の美女を与えると約束したアプロディテにリンゴを与えた。この判定によってパリスは スパルタ王の妻エレネをさらってトロイアに帰還し、後にトロイア戦争の原因を作ることとなった。クラナッハは中世の騎士の甲冑を身にまとったパリスを描いている。彼は森の中で自分の馬を木につなぎ、その根元に腰を下ろしている。その眼前では老人の姿をしたヘルメスと三人の女神たちが立っており、ヘルメスはパリスに女神たちを紹介し、 また、女神たちはいずれも肌をさらして、互いの美を競い合っている。また、パリスの頭上では、アプロディテの息子エロスが、自分の母親に向けて、矢を放とうとしている。円形には、森の隙間に、都市やあるいは岩山の上にそびえる城が描かれている。クラナッハは、多くの、パリスの審判を制作したが、そのすべてに共通しているのは、トロヤ王子パリスが、騎士の姿で描かれ、 またヘルメスが長い白髭を蓄えた白髪の老人として描かれていることである。しかし、古代神話ではパリスは生まれるとすぐに捨てられ、羊飼いとして育てられたと伝えられている。この違いはクラナッハがトロイア戦争を中世騎士物語として本案したグイド・デレ・コロンヌのトロイア落城物語に依拠して描いているためである。コロンヌによるとパリスは狩りの途中で道に迷い、 馬を木につないで眠った。すると夢の中に女神たちを伴ったヘルメスが現れ、審判役を依頼する。そのため、いくつかの作例ではパリスは眠った姿で描かれ、ヘルメスもまたパリスを起こそうとしている。あるいはパリスはいかにも目覚めたばかりのようなぼんやりした表情を見せている。図像的には初期の版画に影響を受けている。例えば、 バンデロールのマイスターによる約1460年のエングレービングや、プルギアのダレスのトロイア滅亡の歴史物語の1502年のビッテンベルク版の基本画差し絵などであり、女神のポーズについては、ヤコポデ・バルバリのエングレービング、勝利と名声に触発されている。これらの図像は、クラナッハの1508年の基本画に影響を与えており、さらにこの木版画の図像は、 数年後のキンベル美術館版に始まるクラナッハや彼の工房の絵画の少なくとも12のバージョンの原型となった。ヘルメスが持つ水晶玉、キンベル美術館版。神々の伝令師ヘルメスは青年ではなく老人の姿で描かれている。これはヘルメスが中世では雄弁と理性の擬人化として老学者として表現されたことと関係がある。 ヘルメスが手に持っている透明な水晶玉かあるいは金、細工で装飾された宝玉はおそらく黄金のリンゴが変化したものである。またいくつかの作例では、ヘラの象徴である空弱の羽を身につけており、ヘラとのつながりが暗示されている。女神たちはいずれも愛らしくいたずらっぽい笑みをたたえている。ラ体表現は、若くしなやかな体を、当時の流行の最先端の帽子や、 宝飾品、わずかなベールで引き立てるクラナッハの特徴がよく現れている。しかしどの女神もアトリビュートが描かれていないため、判別は困難である。ただしいくつかの作例ではエロスが弓矢の狙いを女神の一人に定めていたり、またセントルイス美術看板のように女神の一人が宝玉イコールリンゴを受け取ろうとしているのでアプロディテを見分けることができる。 このように女神たちがほとんど区別なく描かれていることはパリスの選択の難しさを象徴していると考えられている。背景では新葉樹に覆われたドイツの産地が冷たい北方の空気と共に描き出されているが、それゆえに女神たちの裸体の不自然さが一層際立ち、彼女たちの可能性を引き立てている。中世の人文主義において、 パリスの審判は重要な意味を持っていた。クラナッハは1501年から1505年頃までウィーンの人文主義に親しんでおり、そこでこの絵画も人文主義の視点から解釈できると主張されている。それによると3人の女神はそれぞれ異なる生活様式を象徴している。すなわち、アテナは感傷的生活を、ヘラは活動的生活を、アプロディテは 快楽的生活を象徴し、パリスの選択の困難さは、どの生活を送るか選択することにあるという。アテナの瞑想的な生活は、最も高く評価され、かつ最も困難であり、パリスの誤った選択は、アプロディテの感動的な喜びに対する、干渉者への警告となった可能性がある。ただし、そうした警告が有効であるためには、女神たちが誰であるか、 明確に識別できる必要があると指摘されている。錬金術の視点からは、三人の女神は、大いなる号における、非金属が金へと変換する三つの段階を表していると主張されている。キンベル美術看板。甲冑姿のヘルメス現在知られている最も初期の作例である。水辺に座り込んだ騎士姿のパリスに対して、ヘルメスは、 黄金の甲冑をまとった老将の姿をとっている。絵画は19世紀にドイツの画家フランツ・フォン・レンバッハのコレクションとしてミュンヘンにあり、1899年に娘のガブリエレ・フォン・レンバッハ・ニー・ブン・デューモンに相続された。ガブリエレの一族が所有していた絵画は1996年にロンドンの美術市場に現れ、サザビーズの12月11日の競売で、 別の個人コレクションの手に渡った。その後、キンベール美術館は2004年にアダム・ウィリアムズ・ファイン・アートを通じて絵画を購入した。シアトル美術館版。シアトル美術館版はヘルメスがパリスの上に覆いかぶさるようにして立ち、眠っているパリスを起こそうとしているところに特徴がある。また、背景の城は多くの作例では画面右に描かれているが、この作品では 画面の中央に描かれている。絵画が最初に確認されるのは、ドイツのハンブルクである。その後、シェンク男爵が所有するところとなり、1936年以前までには、マクデブルク近郊のフレヒティン現ン城にあった。おそらく、アムステルダムのティルマンが所有した後、1948年に、ルロイマンソンバッカスのコレクションとして、大西洋を渡った。 シアトル美術館が取得したのは1952年1月3日である。シアトル美術館版は他に非常によく似た工房作のバリアントが2つ存在している。それぞれ1991年、2008年にサザビーズで競売にかけられ、現在はいずれも個人のコレクションに所蔵されている。メトロポリタン美術館版メトロポリタン美術館版ではパリスは 金の大ハンマーを持ち、女神たちを見上げている。パリスのロングコートとパフ、スラッシュスリーブは当時の宮廷ファッションを反映している。ダチョウの羽のポンポンがついた巨大なベレー帽は、行位の軍司令官が着用したもので、おそらくこの絵画で、クラナッハのパトロンたちに紹介された。これに対して、ヘルメスが被っている2羽の鳥が乗った奇妙な帽子は、空想である。 この作例ではアプロディテは比較的明確に判別できる。三人の女神のうち中央に立つ女神だけが、羽飾りのある赤い帽子とベールで身を飾り、最も魅力的に描かれている。またエロスも中央の女神に狙いをつけている。おそらく背景に描かれた海岸の都市はトロイアであり、その真上に配置された葉のない枯れた木の枝は都市に破壊が来ることを暗示している。 最初に記録された絵画の所有者は、19世紀末の、ポーランド南西部のシレジア、クラーツ軍、ミッテルシュタイン、リュトビッツホフのリュトビッツ男爵である。その後、ウォリスフルトのコンラートフォン・ファルケンハウゼン男爵の、ウォリスフルト城、ブレスラーのイーハブリッヒ城、ベルリンの美術史家、ゲオルク・フォスを渡り歩き、ミュンヘンの美術収集家マルセル・フォン・ネメシュのコレクションに、加わった。 ネメシュは1922年から24年にかけて絵画をニュルンベルクのゲルマン国立博物館に対与し、その後アムステルダムのフレデリック・ミューラーシーに売却。メトロポリタン美術館は1928年に絵画を取得した。セントルイス美術館版。セントルイス美術館版ではパリスがアプロディテに勝利を与えた場面を描いている。ヘルメスは苦弱の羽をあしらった。 見事な衣装を身にまとい、手に黄金の宝玉を持っている。アプロディテはその宝玉に手を乗せ、顎を持ち上げて、誇らしげな態度で描かれている。対して、右端のヘラは、恥ずかしげに背中を向けて鑑賞者の側に振り向き、中央のアテナは頭を傾けている。絵画が最初に記録されたのは、ドイツのチューリンゲン州ゴータ、ゴータ州立博物館の1890年の、 目録である。1932年3月4日、ベルリンのバンディーメンギャラリーとニューヨークのニューハウス、ギャラリーは絵画を共同で所有し、ニューハウスギャラリーは同年4月28日にセントルイス美術館に売却した。カールスルーエ州立美術館版葛中をまとった、ヘルメスはパリスに対して身をかがめ、パリスはつい先ほどまで眠っていたかのような顔で、 ヘルメスを見上げている。馬もヘルメスと女神たちとの遭遇に驚いているように見える。ボヘミア地方当事務のザクセン公国の遺産に由来するバーデン・バーデン辺境白々尺夫人シビラ・ウグスタのコレクションとして1691年のインベントリに記載されている。1772年にはラシュタット城にあり、1832年に そこからカールスルーへに移された、蒸気以外にも以下のような作例が知られている。ありがとうございます。